ンポン。うん、エッチちゃん、品位を疑われるような発言やめろ。下がるような品位ないだろ。大体お前のせいだろうがよ。ふん、エッチさんとは、2017年頃の南西において、エッチだと思った事象に対し、エッチ天龍馬の口調を真似た感想を述べたことが由来だとされる。ツイッターでは、このスラングを元にした画像リンプが急速に広まっており、本家とは区別して、エッチ天龍馬と呼ばれることも似たようなスラングに、エッチコンの転換、エッチチチ、いや、派生として、ふん、エッチさん、我が友よ冒険者よ、などがある。女の子がそんなこと真面目に説明したらあかん。今日はエッチなものたくさん用意しちゃいました。おま、何を用意しとんじゃごへ。ふふふ、いきますよ。やめろせーの、アルファベット。ふふふ、VTL ロゴジュニアブラック BK の直線ビタマラーン。うわ、こいつやべえやつだ。まあよく見ればスケベボディですね。葵ちゃん、90度回転させれば。え、ですよね。君は何を言ってるんだ。それ H じゃなくて、M じゃね。このノアホ。ノアホやで。あ、すまん。つい癖で突っ込んでしもた。もっと、遠慮なく突っ込んでもええんやで。え、あ、うん。ねえねえ、なんや。ふん、エッチちゃんなものに目隠しルパンライブ決めたい。私にはおっしゃってる意味が1ミリもわかりません。エッチなみんな、ちょっと悩んで。その並べられ方すげえ嫌なんです。エッチなみんな。エッチでしょ。お前がいいならうちは何も言わんよ。じゃあこれから目隠しライブするのでよろしく。マジで何言ってんだこいつ。では行きます。ふう、自己嫌い。それ言う決まりなの？ああ、このふわふわの布の感触。下半身が太ましくて素晴らしいですね。あかりちゃんかな？ふん、エッチちゃん、ごさかいねえな、お前。だって、はたかですし。でも、うんこだろうがよ。もう一回行きます。何回やんねん。ふう、自己嫌い。ああ、このぷにぷにほっぺの感触に、サラサラの髪の毛。これはまこうことなき。あかりちゃんですね。ガチめの反応やめろ、お前ら。ラスト一回、まだやんのか。あかりちゃんを含めて終わりません。うっちゃ、たく。もう本当に最後やぞ。ふう、自己嫌い。あ、来ました。これは絶対あかりちゃん。このお腹の太ましさはあかりちゃんしかいない。この包まれるかのような脂肪がたまりませんな。